あのみそもくじです、これ。それでは今回なんですけども、メルペイ合計1000円分がもらえるススメルペイのキャンペーンが復活。本人確認をすればお互い1000ポイントゲットということで、帰ってきました。ススメルペイのキャンペーンですね。こちら以前ですね、開催された時も話題になったこのキャンペーンなんですが、また復活したということで、サクッとどんなものかお伝えしていこうと思います。 それでは早速、こちらはメルペイに登録すると1000円分のポイントがもらえるススメルペイというキャンペーンになってます。そしてこのキャンペーンの期間なんですが、なんと11月6日の本日よりスタートしていまして、終了日時がなんと未定なんですよね。多分以前のススメルペイのキャンペーンの分の予算が余ったのかわかりませんが、これメルペイ側の予算がある限りずっとやり続けるという感じですね。いやー、これは素晴らしいです。で、このキャンペーンは誘った側と誘ってもらった側のお互いに1000ポイントがもらえるということになります。 ちなみにこのススメルペのキャンペーンがどんなものかっていうのを簡単に流れだけ解説をします。まず最初、招待する側の方の作業なんですが、メルペのキャンペーンの部分に、はじめ社長とヒカキンさんが表示されているこちらの下のバナーをまずタップします。そうするとこのような画面が表示されますので、今出てるのはこの僕の招待コードですね。そして招待する側の方は、ここのシェアをするをタップして、そして iPhone の場合はこのようにメニュー画面が表示されるので、まあ LINE などメッセージを使って、まあご友人やご家族に送ってみてください。 次に招待してもらった側の方の作業なんですが、今こちら表示されているのは送ってもらった URL をタップしたらこのような画面が開きます。 そして、ここのアプリで登録するをタップしたら、メルカリの登録含めて、メルペの本人確認も同時に行います。そして、その時の本人確認の方法は2種類ありまして、こちら1つ目がアプリで簡単本人確認と、2つ目は銀行口座の登録ということになってます。このアプリで簡単本人確認の場合は、運転免許証もしくは在留カードが必要となってます。まあ、僕自身が登録した時は、丸2番の銀行口座の登録を選びました。というのも、アプリで簡単本人確認の場合は、申し込み状況によっては時間がか,かる場合もあるので、 終わららららせたたいいいいいいいととととうう方は銀行口座ののののの登録でももいいかなな思まますすそししてここれれ一連の流がが完了したらお互いメルペの1000ポイント分がもらえるということになりますめちゃくちゃ簡単ですね。ちなみにこのメルペイのポイントなんですけども、すでにメルカリを登録されている方は対象外なんですが、メルカリの登録がまだの方の場合は、招待コードを入力して登録したら300ポイントがもらえます。なので、今回初めてメルカリ、そしてメルペイを使われる方は、合計1300ポイントがもらえた状態でスタートできるので、かなりお得ですよね。 現在メルペはどこで使えるのかということなんですけどもメルペは ID 決済とバーコード決済二つの支払い方法がありましてまず ID 決済の場合は今出てるようなイオンとかウェルシア薬局とかカッパ寿司あとコンビニ大手サンシャやマクドナルドなど結構幅広く使えますそしてバーコード決済もここ最近使える場所がすごく増えてきましてまあエディオンとかゲオ、マツキオ、マツヤあとは一部のコンビニとかですねなのでバーコード決済だけでも活躍する場面はかなりあります ま、今回のメルペのキャンペーンで気をつけないといけない点は一点ですね。この付与された1000ポイントについては、60日間の有効期限があるということですね。なので、期間中に使わなかった場合は、失効してしまう場合があるので、注意が必要です。一応、日にちがギリギリで使うことが間に合わないという場合は、救済策としたらモバイルスーカーにチャージするという方法もあります。あ、そんなこんなで今回はメルペのキャンペーン、スめメルペについてお伝えさせていただきました。ま、多分僕のチャンネルをいつも見てくださっている視聴者さんは、ほとんどもう利用されている方が多いと 思うんですけどもその方はぜひですねご友人ご家族にご自身の招待コードをたくさん配ってみてくださいそしてまだメルカリまたはメルペイ自体まだ利用されてないという方がいらっしゃいましたら下の概要欄に僕の招待コード載せておきますので登録がまだの方はチェックしてみてくださいまあここ最近はメルペイはちょっと静かでしたけどもこのススメルペイ含めてまたメルペイのビッグなキャンペーンも期待したいところではありますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました